それでは集合の方眼関係について説明しておきます集合 A の要素がすべて集合 B の要素であるとき、A は B の部分集合であるといい A は B に含まれるまたは B は A を含むとこのように表しますここで A が B に含まれるというこの記号は A が B と等しい場合も含みます。また、空集合はすべての集合の部分集合であると考えます。このような関係になりますね。自然数はすべて整数なので、自然数の全体の集合は整数全体の集合に含まれる。整数はすべて有理数なので、 整数数全体の集合は有利数と考えられるわけですね例えば正方形全体の集合は長方形全体の集合に含まれるわけですね。この場合はもちろんイコールではありませんがイコールの場合例えば12と12であれば12が12に含まれるという式も正しいわけですね。もちろんこのように12が123に含まれる といいうものもの正しいわけです。含まれない場合はこのようにノットイコールのようにスラッシュをつけて表します。ここで注意するのは R2 平面は空間の中に入っているように見えますがどのように入っているかが自然には定まらないので R2 は R3 の部分集合とは 考えません次に P A かっこと書きますがこれを A のの部分集集合合全体の集合とします例えば123という集合の場合ですがこの集合の部分集合としては空集合とこれ自身を含め1だけのもの1と2のもの1と3のもの などいくつかありますその個数は2の3乗個あるわけですがそのような2の3乗個の部分集合のを要素とするような集合を考えてそれを A のべき集合と言います。べき集合の記号としては3個の要素の有限集合の べき集合が二の三乗個あることから A のべき集合を二の A 乗と書くこともありますこのようになりますすなわち有限集合 A の場合はその要素の数が N であれば A のべき集合の要素の数は二の N 乗になるわけですね